どうもコロです。今回はちょっと番外編として、よくね巷で噂されるスターバックスは顔採用問題について触れていきたいと思います。それではどうぞ。まず結論から話すと、ちょっと顔採用やと思います、正直ね。ただ僕すっごい顔悪いんですよ、ほんまに。まあ、だから今も出してないんですけど、まあ、いずれね、いずれ出すんですけども、そんな人でも受かる可能性も全然あります。僕みたいに顔が自信ない人っていうのは違う売り出し方で受かることができるので、ちょっとその話をしたいと思います。でまず皆さんが顔採用っていうところって、だいたい都会のスターバックスやと思うんですよ。都会のスターバックスの店員さんって可愛い人多いし、かっこいい人も多いです。自分の働いてた店舗って結構田舎なんですよ。じゃあなんで顔が悪い自分でも受かったかっていうと、応募した時期が良かったんですよ。人が入れ替わる時期で、ちょうど店長も入れ替わる時期だったんですよ。それはもちろん知らないですよ、応募する段階ではね。今になってから分かるんですけど、その時期がすごい良くて、店長が辞める前に辞める人の分を採用して移動する時期だったんですよ。なんで正直もう自分はこの店じゃなくなるから、どんな人でもいいやっていうスタンスで面接してたんやと思います。憶測ね、憶測だから自分は受かったのかなっていうのが一つあります。わからないけど、だから応募する時期っていうのは結構重要だと思います。何でもない時期じゃなくて、人が入れ替わる時期とかに応募するといいと思います。あとはコミュニケーション力やと思いますね。とにかくずっと笑顔でいる人とか、おしゃべり好きな人とかは顔の分もカバーできたらいけると思います。で、顔に自信がある人、顔採用やからこそ受けんねんっていう人は、これだけスターバックスで働く気があるんやとか、自分はスタバでこんな人になるんやっていう熱意を伝えていけば全然大丈夫だと思います。まあでも都会の方は本当に競争率が高いんで、田舎の方の店舗とか時期とかコミュニケーション力、これがあれば顔に自信がない人でも全然大丈夫だと思うので、どんどん応募してチャレンジしていきましょう。まあ正直自分の店舗は店長の好みでした。なんで本当に相手に、あ、この人だったら一緒に働きたいなって思わせれたら勝ちです。で、その思わせる方法っていうのが、だいたいどれだけスターバックスに熱意があるかっていうことだと思うので、ぜひ面接編の方の動画でね、志望動機のことについて話してるので、まだ見てない方はそちらをご覧ください。はい、ということでスタバは顔採用問題について触れていきました。もう本当にね、何回も言うんですけど、どの動画も自分の意見なので、みんながみんなそうとか、全店舗が顔採用とか顔採用じゃないとかっていうのは全然ありえるので、参考程度にね見ていただいてもらえれば幸いです。チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。